7月7日に塩戸にオープンする6次産業施設海から、このほど漁業問題の解決に取り組む町内の小学生が視察に訪れました。視察したのは総合的な学習の一環で地域研究に取り組んでいる高浜小学校6年生の児童およそ40人です。案内には海からのデザインを担当した大阪の建築設計事務所のメンバー3人が当たりました。このうち小浜市出身の田中さんと高浜町のまちづくり団体高浜明日研究所のメンバーでもある藤本さんが施設の外観と内部のデザインについて紹介。一体感を生むために施設の周りにある民家の外観をデザインに取り入れていることなど、建築に至るまでの構想や工夫について児童らに話しました。レストランにも同じものがあるんですけど、この照明器具を見てもらうとなんかちょっと違うなと思うんだけど、こっちとあっちとそれからあそこの通路も同じで、これは普通の照明器具にお魚を取る、なんだっけ、リクっていうカゴです。リクっていうカゴを取り付けました。でこれは僕が一人でもういっぱいあるんだけどやりましたんで、これを見るときにあの人が苦労したんだなと思ってくれたら嬉しいです。また施設の1階にある食堂では、建築設計事務所の前田代表が建築士としてのやりがいや高浜町の海の魅力などを映像を通して紹介しました。高浜小学校6年生の児童らは高浜明日研究所の協力のもと、沖合の海藻を食べ尽くすことが原因で駆除されたムラサキウニの利活用に向けたプロジェクトをスタートさせました。今後は地域課題を考える子どもの明日研究所の2期生として、駆除されたムラサキウニを使った商品を考案し、海からでのメニュー化と販売を目指します。イベントに行ってなんか遊んでみたいです。友達と勉強したり、なんかここに来ていろんな活動をしたいです。海からの人と考えた食べ物とかマスコットキャラとかそういうのを出してもらいたいです。すごくおしゃれで可愛らしい感じで、なんか写真とかに良さそうだなって思いました。物のために駆除されたウニを何とかして食べるようなウニにして助けてあげたいです。すごく楽しそうにですね、いろんなところ写真撮っていただいて、すごく子どもにとっても興味のある建物になったので、それがすごく感慨深かったです。僕も小学校の時にこの建築の設計をしたいとずっと思っていたので、そういった仕事に興味を持っていただけたらいいなと思うのと、もう一つはですね、高浜には宝物がたくさんあるので、この建物ができたこととその活動を通じてそれを自分なりに発見していってくれたらいいかなと思います。この日視察に訪れた児童らは、海からのユニークなデザインに関心を寄せながら、商品開発へのイメージを膨らませていました。